皆さんこの時間は小学校6年生国語関連する作品を読んで推薦しようの第4時間目です学習は教科書とノートを使って行います画面上の緑色の背景に書かれた文字は ノートに記入します。一時停止のマークが出たら動画を停止してノートを書きましょうでは学習を始めます教科書181ページを開きましょう初発の感想の第3場面では ひろ子は本当のことを知ってどう思ったのかなひろ子はどうして原子雲を刺ししたのだろうかなどの感想がかけていましたね15歳になったひろ子はどんな思いを持っていたのでしょうかそこで本次の狙いはひろ子の 原子雲の刺繍にはどんな思いが込められているのだろうかです15年目の場面181ページの8行目から185ページの9行目までをひろこ、育ての母私の行動や 会話に線を引きながら音読しましょう。音読して線を引くことができましたかひろこは死んだお母さんのことを知って、どんな思いだったのでしょうか私から話を聞いた後のひろこの様子や、 言葉を書き出してみましょう。書き出すことはできましたか黙って聞いている様子。名札を胸に押さえ、にっこり笑って。私、お母さんに似てますか会ってみたいな。 などを書き出すことができますそれではそのひろこの様子や言葉からどんな思いが感じられるか書いてみましょう悲しい事実を受け入れようとしている思い私に心配をかけたくない思い本当は とても悲しい思い、などが想像できると思います。そんなひろこは、寝ないで、ワイシャツに原子雲の刺繍をしました。その刺繍を見た私や育ての母の会話を抜き出しましょう。 また、その言葉から、二人の思いを考えてみましょう。私の、よかったですね、という言葉からは、ひろこが悲しみを乗り越えようとしていることへの、喜びが感じられます。育ての母の、ええ。 おかげさまで、もう何もかも安心ですものからはひろこがこれからしっかりと生きていってくれるはずだという期待が感じられますでは本日のまとめ振り返り返です。ひろこはなぜ悲しい思い出であるはずの 原子雲を刺繍したのでしょうか原子雲の刺繍にはひろこのどんな思いが込められているのでしょうか書いてみましょう本次の学習は以上で終わりです戦争や平和について書かれた本を何冊読みましたか 印象に残る登場人物に出会うことができましたかそれぞれの作品の登場人物の生き方を比べてみましょうそれでは皆さん、さようなら